ネオコートユーミンです。今回はネオ哲学史、一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書の、販売促進動画ということで、今回執筆に特別協力していただいた高久玄太さんにお越しいただきました。高久です。どうもよろしくお願いいたします、はい、ネオチャンネルにも以前山中哲人さんって名前で出てたもらった方と同一人物でございます。今までは山中っていうペンネーム使ってまして、今後もちょっと併記していく予定なんですけど、まあ、ちょっとこのあたり、ちょっと新しく出版活動もやっていくことになって、ちょっと実名で活動していくということを決めました。本当、音楽とか、哲学の出版関係とかっていうのを、自分でレーベル立ち上げてやられてるっていう、活動されてるっていう。で、そこで、まあ、名前を統一しようって感じですよね。そうですね。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、それはおいおい、伺っていくとして、で、今回は特別協力、まあ、どんな協力してもらったかっていうと、まあ、基本的には、その僕の原稿を本当に隅から隅まで読んでもらってるというか、それで感想をこう聞いたりして、有益なアドバイスをもらったりとか、うん、ここはなんか分かりにくかったっていうのもすごい、こう、忌憚なく言ってくれて、非常に本当、古代から現代まで隅々まで協力していただいたという感じでございまして。まあ、でも私の方としては、まあ、そんなに隅々まで協力したっていう感じはしてなくて、まあ、多くは多分聞きたいかなって感じですよね。これまでも、まあ、ネオちゃんとはこうずっと何日後動画とかでも一緒にこうシナリオ考えたりとか、まあ、そういう感じでやってきてたんで、うん、今までやってきたことがすごい形になったっていう感じだと思う。そうですね。うん、そうそう、何日後一緒にやってて、まあ、本当その延長で、まあ、この哲学史の方も一緒にやってったって感じですよね。まあ、ただ中世は今回私は全くタッチしてないです。そうですね。ほぼタッチしてない。読んでもう、あ、面白いって言ってたんだ。ほぼそれだけみたいな。多少、なんていうか、アドバイスらしきことしたかなっていうのは、まあ、近代、まあ、あと現代ちょこっとぐらいなんじゃないかなっていう、うんうん、まあ、そのぐらいですけどもね。うん、そうですね。いや、本当でも、いずれにせよ、やっぱ自分で書いてると、やっぱ自分ではいいと思っても、こう、わかんない。人から聞かないとわかんないっていうか、人のやっぱ感想ってすごい、助かるんですよね。それにね、やっぱり今回そもそもね、デビュー作が哲学史っていう、なかなかのまあちょっと、あ、そうですね、まあ、無謀とも言えるような前代未聞の挑戦っていうことだったんで、うん、最初からまあいろんな人の協力を得ないとできないなっていうのは、まあ、あったとは思うよね。まあ、自分もちょっとその部分で微力ながら、まあ、助けられたところもあったればよかったと思うし、うん、まあ、何よりすごい僕自身も勉強させてもらったなと思います。あ、ありがとう。じゃあ、そうですね。ちょっとこの哲学の教科書、何がすごいのか、何すごいの哲学史をまた二人でやっていきたいということで。そうですね。やっていきましょう。どうですかね。なんか、ざっくばらんな、こう、感想とかって、いきなり聞いても大丈夫ですかね。うん、はい、大丈夫です、大丈夫です。はい。いや、これは、まあ、改めて、ゲラズルをちょっと全部読み直してみたんだけど、まあ、これはすごい、本だなというのはすごい率直に思いましたね。僕自身もこれ、うん、もうずっとこう座右の書として、まあ、枕元に置いておきたいというか、繰り返しこう読んでそれぞれの哲学者のエッセンスっていうのを確認し続けたいなっていうふうになんか思える、うん、そういう本なんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、なんか分かりやすさっていう面もすごいさることながら、まあ、内容の深さっていうのがすごくこう詰まった、哲学の専門家ではない人も哲学の魅力的な世界っていうのを感じてもらえる、そういう内容に仕上がってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。哲学史の知識とか哲学の知識がないと読めない本では全然ないです。これまで哲学に親しんだことがないっていう人でも読めます。それで言うと、そのこれまでの哲学史とネオ哲学史って、まあ、何が違うかっていうのありますかね、印象みたいな。そうだね。目次のところで書かれているホームルームっていうのがまあ3つあるじゃないですか。はいはい。哲学の歴史が分からない理由は構成にあるからっていうと、はいはい、まあ、難しいですけど正確に分かりやすく理解する方法っていう、はい、まあ、あと3つ目だよね、哲学が2つの潮流、うん、まあ、こう大陸軸を呪術内にして学べ、この3つの中で特になるほどなっていうか、うん、私が感心したっていうのは2だよね、やっぱり、ね、2ですか、はいはい、2ですね。でやっぱりこれまでのどうやったら正確で内容があるものを分かりやすくっていう問題をどう対応するかっていう時に、何が重要なのかっていう点で、まあ、正確さを、そしてなぜ重要なのかっていうところを分かりやすくっていうふうに、はい、まあ、そこを方法論としてこう意識して書いたっていう説明は、いや、なるほど、はい、それだったら分かりやすくていい内容のものが書けるんじゃないかっていうね、その方法論をちゃんと出してるっていうのはすごいなるほどなと思いましたね、はい、ここホームルーム前書きみたいなもんだから多分多少公開しても問題ないからちょっと見せますか。これですね、何が重要かが要点で、なぜ重要かが意義で、何が重要かで正確さを、なぜ重要
で分かりやすさを意識したと。まあ、要するにそれはどっちかに偏っちゃうってことですね。正確さと分かりやすさ。うん、そう、ね、できるだけバランス取ろうとしたって、まあ僕も前の宣伝動画で言いましたけれども、うん、ここ特に感心してもらったってことですかね。うん、そうですね。で、実際これを裏切らない、あの、充実の内容になってるんじゃないかなって思いますよね。やっぱり多くの人がこれ哲学の入門書に感じてることだと思うんですけど、やっぱり専門家が書いた、あの、こう、重厚な哲学書の本っていうのは、まあ学術的には非常に優れてるっていうことだけれども、なかなか頭に入ってこない。一体この哲学者何やりたいんだろう、やっぱり結局深く勉強しないとわからないんだなっていう、まあ、感じで、はいはい、で逆に日本語として親しみやすい入ってくる言葉でどんどんこう心に入ってくるんだけれども、うん、まあ、結局その内容としてはそんなにこう多くを獲得することができないみたいに、どっちかになりやすいっていうのは、うん、やっぱまあ大きいジレンマだと思うし、まあ、ここが克服できれば哲学を親しめる、哲学の門戸をもっと開くっていう、うん、あの、そういう課題にトライしてるなっていうのは素晴らしいな、はい、ありがとうございます。そうですね、今まではやっぱ完全にその親しみやすさ分かりやすさに重点を置くか、その正確さに重点を置くかっていうところだったんで、その中間に当たるようなものが意外とないっていうか、うん、そう、意外とない、まあ、しかも難しいんだよねこれ、まあ、実際やろうとすると、まあ、めちゃくちゃ難しい めちゃくちゃ難しい、めちゃくちゃ難しい、うん、うん、だから大体哲学の歴史ってもう専門家しかほぼ書いてないですけれども、その僕らって専門家じゃないから、もう要するに何なのみたいな、そのなんていうか我慢できなくなるっていうか、何が面白いの、何が重要なのっていうところを、パッて言っちゃいたくなる。それがすごい他の学問にも一番難しいのが、なんか哲学で、ね、うん。そう。簡単に言うと、もう大体見当違いっていう、うん。そう。要するにこうっていうと、もう9割方間違いっていうのが哲学。そんなもんなんじゃねえよ、哲学はっていう感じで、こう上から言われて終わるみたいな。そう。ここをどうするか。だからもう要するにこうだって、ほとんど言い切ってるんだけれども、多くの箇所で。うん、それは精度が高いんじゃないのかっていうのが、まあ僕がすごい頑張ったところですよね。そうだね。でもそれがどうやって実現できたのかっていうのも、ぜひちょっと逆に私の方からも聞きたいっていうところもあるし、なんか視聴者の皆さんにもね、伝えたいところもあるよね。なんかさっき、あの、専門家じゃないっていうふうに、まあちょっと謙遜してというか、だけれども、まあ近ければ、まあネームちゃんも十分、まあなんていうか哲学の専門家ではあると思うんですよ。まあまあ確かに。ただ、研究者ではない。そうですね。はい。で、福祉っていうのは、まあ研究者がまあ基本的にやるものっていうのが、まあもう、定番というか、もう鉄板じゃないですか、そこのところ。もう、てかもう、研究者じゃなかったら、やる資格がないぐらいな勢いで。やる資格がないっていうのが、まあ、なんか、もう、その最たるものが哲学史みたいな感じで、大先生が晩年になって、大学を退官するぐらいの時になって、なんかこう、書き上げるのが哲学史みたいな感じだよね。しかも、その先生が専門とする、例えば古代の先生だったら古代だけとか、そういう感じですよね。そう、古代だけとか、そういうふうになっちゃうっていうね。もう、あらゆる文献を全て見た上で、こうだっていうふうにやるのが、そういうものが哲学史っていう、はいはいはい、まあ、概念だと思うんで、だからもう研究者ではない人が、通史ですよね、哲学のこう全体像というか、うん、まあ、古代から現代までの全ての時代を、まあ、網羅的に扱うっていうふうな、はい、しかもそれがデビュー作としてやるっていうのは、ほぼ無理じゃない、それはっていう。暴挙ですよね。それでなんかまともな内容のものが出てくるはずがないんじゃないみたいなところっていうのは、まあ、そうみんな思うところっていうか、まあ当然もちろんこれやるからには、そこをね、なんとかしなきゃいけないっていう、まあことがあった。私の方でまあ言えることがそれについてあるとすれば、まあやっぱりこれはまあ哲学 YouTuber っていうネオちゃんにしかできないものだったんじゃないかなっていうふうにもやっぱ思ってますね。やっぱり一方では、まあ大学院でですね、厳しい、なんていうか研究者としてのこう、研究者っていうのはどういうものなのかってことは、まあ、もう目の当たりにしてきてるじゃないですか。そうですね。はい。まあ、一番厳しい現場をやっぱり見てきてるから、それがどれだけ正確さとか、研究の手続きっていうものに乗ったものであるのかってことがどれぐらい問われるのかって、まあ、やっぱり見てきてるじゃないですか。うん、はい、はい。うん。でも、他方で、じゃあ、そういう訓練だけしていれば、そういう哲学のこう分かりやすく読者に伝えることができるかって、またちょっと違うんだよね、能力が。そうですね。ちょっと違う技術ですよね。うん、それって、どちらかというと、こう、YouTuber として磨いてきた技術じゃないですか。そうですね。視聴者が何を求めてるのかなとか、はい、で。そこに響く言葉って何なのかなってことじゃないですか。うん、だからこれやっぱり両方が見れる人がやらなきゃダメだと思うんですよ。こういうこと。ああ、なるほどね。はいはい。だそこのところに、やっぱりすごく大きなあのチャレンジというかね、新しい意義があるんじゃないかなっていうふうに。まあ、思うし、はいはい、まあ、見事そこをやってるわけだと。確かに、その YouTuber って、まあ、ともすれば、視聴者が求めるものを提示しなきゃいけないから、
まあ、おもねりがちっていうか、需要のあることとか、みんなが食いつくようなことばっかり話したくなるっていう、そういう傾向もどうしても出てくるんですよね。そうですね。要するに受けるコンテンツをどんどんで、それがもうサバイバルの術でもありますし、YouTuber としてね、やっていく。まあ、だけど、まあ、あんまり流されないように気をつけていたっていうか、結局本当に価値あるものだったら、みんなに伝わるはずだっていう。そこだよね。そうそう。そういう思いで、まあ、それ一番出てるのが、まさに高木さんと一緒にやってた何すごなんですけど、本当にこう、長みのあるもの、いいものを出せば、必ず伝わるはずだ。安易にみんなが喜びそうな人生を劇的に変えるみたいなのに、安易に流れないという。自虐でございます。そういう感じで頑張ってきたから、今回の哲学史も、ある種、プチ何すごというかね、全部妥協しないで。本当にこの哲学者って何が面白いのかなっていうのを、まあ、ポイントを外さないように一生懸命調べて考えて書いてきたっていう、うん、まあ、これ何すご作ってる時も基本的には同じことだったなっていう感じだと思うんだけど、うんうん、やっぱり正確さっていう点でも絶対に研究者に一歩を取るというか、もう一歩どころじゃないわけじゃないですか、はい、あ、もう100歩を取りますよもう、だから、つまりそれは研究者を全面的に信頼するしかないっていう。そうそう、まさにそう。あるんですね、その、うん。そこはもう絶対そうだし、うん、まあ一番自分が専門にしているところだって、はっきり言うと研究者だって、やっぱりその本当に自分がもう全てに見通してるっていうふうに、自信持って言えるジャンルってすごい限られてると思うんですよ。あ、そう、そうですね。古代から現代までね、全部見通せる自信あるなんて人はいないです。いないと思う。だからまあ、そう一部だと思うんですよね。うん、その場合は、だからやっぱりこう、様々な研究者がやってることってことを、やっぱりある程度こう、土台にして、うん、まあ専門家でもそういうふうに語ってるっていうふうに思うんだけど、はいはい、もちろん通史語る場合であればなおさらだと思うんですよね。やっぱりこう二次文献っていうものがこう豊富に、研究というのがすごいこう進歩していて、うん、まあそういうもののこう確かさっていうことにこう、うん、まあ、足場があるというか、そこを参考にしながら、あくまで自分たちが本当にこれがなぜ面白いのかってことが、一人の人間として納得できるってところを徹底して追求して作ったのが、あの何すごじゃないですか。そうですね、はい。そうですよね。うん。だからその大学の研究史の文脈とかを踏まえたら、そのすごさが分かるんだけどとかいうことじゃなくて、全くそういう哲学界っていうことと関わりなく、一人の人間として生きていくときに、一体これは何の意味があるんですかっていう問題に答えようとしたじゃないですか。はいはい、はい、そうですね。で、それがやっぱりこう、多くの人たちの心に響くはずだよねっていう、まあ、その普遍性にある意味欠けてたというか、ここですよね。その精神っていうのは、それをですね、通知としてやってしまおうっていう、こう、はい。なんか話せば話そうだもん、もう無理くさいことあまりにも無茶をやってる気がする。まあそうだよね。でもこれを、なんていうか、こう、研究者の方々というか、まあそういう先生方でも多分、なんていうか、納得してくれるところもあるんじゃないかなって思うのは、やっぱりこう、なんか一つのことを深く理解するってことをやっぱりやると、他のことも結構理解できるっていうのはあると思うんだよね。特に哲学そういうところがあると思う。はい。だからやっぱりすごい先生っていうのは、やっぱり一つのことについてすごく深く掘り下げているから、例えばプラトンのことをすごいこう深く掘り下げているから、カントが言ってることっていうことも、なんていうか分かるというか。プラトンとカント全然別の哲学なんだけれども、その違いっていうことに対してすごいこう敏感になれるし、その深さをこう追っていけるっていうね。うんうん。本当、哲学に限らずいろんなジャンルでもそういうことってね、ありますよね。多分一つを掘り下げると、なんか周りも全体的な理解、いろんなものの理解のね、底上げがあるっていうか。そうですね。だからそこがすごいやっぱり価値があると思うんですよね。やっぱりちゃんと自分の言葉でここが面白いんだってことをやっぱ掴んできてるものだから、もちろんもっと別の観点から言えることっていうこともあるとは思うんだけれども、やっぱりきちんと自分で考えて過去の哲学者のエッセンスとやっぱり向き合ったっていうふうに言える内容だと思うので、そこはすごいその読者に伝わったらいいなっていうのは、協力者の一人として思うところですね。今の話の最初の方に言ってくれた、その参考文献がやっぱ豊富にあるっていうのが、このネオ哲学史が成立したもう根本条件でもあるっていうか、優れた研究を土台にして、まあ初めて出来上がったものっていうかね。
でも土台には知ってるっていうか、もちろんそこで何が重要なのかってことをなんでリサーチするために重要だったっていうことで、過去の専門家の説をそのまま受け入れしてやってるっていう感じでは全然ないと思うけどね、これはね。その部分的にはね、そこを踏襲してるっていうのはあるかもしれないんだけども、はいはいはい、その一つ一つの哲学者のエッセンスについては、やっぱりちゃんとこう全部向き合ってやってるっていう感じだと思うよね。なんか切り張りみたいな感じではまあないとは思うっていうのは、まあ読んでくれればまあそれはわかるかなとは思う。そうですね、うん、お疲れ様でしたっていう感じで。ありがとうございます。まあこれからでもこの進化が問われるので。そうですね、はい、結構頑張った内容だしチャレンジングな本なんで、うん、まあよかったら読んでほしいっていう感じの、ね、うん、いやこれはよかったらというよりも、まあ、私的には本当の哲学っていうものをこう教養として、人生の教養として生きていきたいって思う全ての人がにちゃんと手に取っていただきたいし、繰り返し読んでいただきたいなって思いますね。なんでかというと、やっぱりその哲学者が本当にどういうところが本当にこうエッセンスがあるのか魅力なのかっていうことがすごく平易にしかも簡潔にまとまってるものなので、内容がしっかりしてるから、うん、ここ入り口ってことができると思うんですよ、うん、そこからさらにその興味を持った哲学者に対して深く掘っていくときに、それぞれの方がね、まあ、原点に向き合ったりだとか、うん、さらに優れたこう専門研究の世界に掘っていくっていうことのなんていうかこうきっかけになるというか、そういう世界に入っていけるためにもなんていうかこういうポイントがあるよってことは絶対知っておいた方がいい言えるもんだと思うんですよ、うんうん、で私自身もデカルトについての叙述っていうのは、はい、恐縮ながらなんていうかこう私の結構デカルト理解っていうのを割とこう、はい、参加にしていただいて、はいはい、書いていただいたかなって感じはするんですけど、はい、でもこれやっぱちゃんとまとまってるんで、もうこれ私自身もすごい勉強なんですねこれ。そうですか。そうなんですよ。あ、なるほど、こういうふうに改めて整理してみると、こうだよな、みたいな、うんうん。これが網羅的に全ての哲学者に対して、そういう、こう大事なエッセンスっていうのが、まとまってるっていうのは、すごく意義があると思うんですね。うんうんうん、やっぱ一回やっただけでは、流れていくじゃないですか。やっぱり。はいはいはい。はい、繰り返し、何すごさ、なんていうか、はい、見返してさ、これ本当に我々自分たちでやったんかね、みたいな。そうですね、自分で見返してあなるほどねとかって毎回言ったりするそうそうそう、だからそれがやっぱりさ書かれた文字のすごいところっていうか、やっぱり大事なことって何回でも反芻すべきって思うんだよね。そうですね、はいはい、でやっぱり年を、ね、得て改めて読み返した時もやっぱりそれがさすごい違って見えたりとか、当時気づけなかったことに気づけたりとかって、うん、だからそれがやっぱりこう自分の教養になっていくじゃない。はいはいはい、そうですね。で現実の問題で対処する時のいろんなその感性とか引き出しの強さってことにやっぱなっていくわけだよね。うん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 。教養って本当の意味でそういうものだと思うんで、だから大事なものだと思うんで。そうですね。まあ、ですので、そこをなんか、まあ皆さんの糧になるようなものだったら本当嬉しいって感じだよね。本当デカルトに関してはね、もう高木さんからもう俺デカルトの話もう何年も聞いてますから、もうほぼ俺の理解はもう高木さんのデカルトの話で形成されてるみたいな感じです。参考にしていただいて本当に恐縮です。うん、あとなんか例えばもうちょっとざっくばらんに、うん、こいつの記述面白かったみたいななんかあったりします？基本的に、ね、面白かったよねどれもね。古代に関してはさ、はい、何すごでやったことの集大成みたいな感じ、そうですね、はい、っていうところがあるから、まあ、この中でも本当に特に、まあ、タレスもう最初の一発目からすごい面白いよね、はいはい、まあ、ピタゴラス、ヘラクレイトス、まあ、いずれも重要、全部そうなんだけど結構秀逸だよね。ああ、この目次のですか。うん、はい。うん、もうクリトスかもしれないね。いや、ないもあるよと言って笑うって感じ。そうですね、うん。完全にパルメニデスからがってるっていう感じの流れですから、ね、うん、目次見るだけで哲学者たちの面白い顔が見えてくるみたいな、うん、なんかそういうところっていうのがすごいいいなっていうふうに、うん、まあ、思いましたね、はい。あと、まあ、例えば古代のところで言うと、やっぱソフィストについての記述、ぜひ、熟読していただきたいなって思いますよね。はい。現代の中で知的世界に関わる、あるいは教養をお金にするってどういうことなんだろうとか、はいはいはい、本当にこう YouTuber として生きていくとか、はいはいはい、大学生全ての人という、こう、そうそうそう、知的世界に関わる人たちにとって切実な問題なんで、そう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 、ここのとこ大事に読んでいただきたいなって思うよね。はい、はい、そうですね。こういうところですかね。なんか中世も意外と楽しんで読んでくれましたよね。いや中世もねめっちゃ面白かった、個人的にすごい面白かったのがワインの話が出てきた。ベルナールですかね。あ、ベルナールね、はいはい、ベルナールだったですね。味覚っていうのにそんな哲学的な意義があるんだっていう、はいはい、これは結構そう面白いし、はい、しかもそのキリスト教の生産の儀式っていうね、こうすごいキリスト教にとって大事な非常にこう宗教的儀式っていうのが、はいはい、
あるけれども、あれこの哲学家みたいなね、あと、はいはいはい、味覚っていうのにそんな意味があるんだっていう。はいはいはい、結構こんな初情報じゃないですかね、これね。そうですね、山内史郎さんの本にベルナールはなんか味覚っていうのが結構重要だよみたいな話が書いてあって、あ、それ面白いねって思って、それで自分でちょっとこういろいろ考えてみたって感じですね。研究者をのなんかこう示唆をヒントにして組み立てたって感じですね、うん、古代、中世、近世、現代、どれもまあ本当にこうすごいあの内容のものだと思うんだけど、でも中世がねこんなに豊かで面白い世界だっていうのは、はい、多分なかなかこのネオ哲学史じゃないと味わえないっていう。そうですね、これはもう強調、一番わかりやすい強調できる点だと思うんですよね、中世こんだけ豊富に書いたっていうのは、うん、まあ、しかもさ、なんかオッカムのカミソリとかのこうなんかこうあの教科書的な説明とかじゃなくて、はい、まあ、この人のどういう発想がユニークで面白いのかっていうのがちゃんとスタイルに書かれてるじゃない。あ、そうですね、あのタイトルから面白いじゃないの、これ神のロバートがよかったと言って反応されたそう、中世楽しかったな。アグネスティネスも意外とあの結構あの記述としてたくさんあると思うんだけど、大事なエッセンスがきちっとこうアグネスティネスに興味が持てるようにこう書かれてるものって結構少ないと思うのね。非常になかなか面白かったですよね。うん、あと、そうですね、近世、これね、大変だったと思うけど、よく近世はこう特に私とは何かっていう問いっていうのが一つのこう伏線になっている、はい、そうですね、ところ、うん、だと思うんだけど、いや、非常に面白かった。特に面白いなって思ったのは、シェリングが良かったよね。はい、はい。なかなかシェリングでね、なるほどっていうか、本当にそうかどうかっていうのは、まあ、シェリングの専門家の方にね、判断していかなきゃいけないんだけど、はい、神の実存の分析っていうのは、シェリングのテーマだっていうのは、なかなか面白かったし。うん、マジでドイツ関連のはマジで苦労しました、まあ、すごく分かりやすく書けてたと思うんですよね、うん、フィッシュ・シェリングのあたり、私このあたりそこまで超詳しくはないので、専門家の方にねよりこう精緻に判断していただいた方がいいんだとは思うんだけど、はい、すごく面白い記述で入門としていいんじゃないかなっていうふうには、ね、うん、そうですね、もう本当まあね、僕だって全然専門ではないですから、興味持ってもらえるような書き方とか、できるだけデタラメじゃないようにっていう、それがもうできれば互角ってくらいの感じで書いていきましたね、うん、そうですね、まあ、バークリーとかも良かったですよね、常識的に考えればそうですね、カルタイトルは面白いですね。バークリーの観念論みたいな結構その有名じゃないですか、そのあるとは知覚することであるみたいな感じで、物体の自律的存在を否定したとか、まあ、どの本にも書いてあるじゃないですか、はいはい、うん、だけどそれがなんかどういう発想から生まれた、何のメリットがあるのっていうのはあまりちゃんと書いてないじゃない、はい、あ、はい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 、いわゆるこう形状学的前提とか哲学的前提というのを置かずに、常識的に考えれば物体は存在しないっていう、この常識じゃない帰結が出てくるみたいなところにこうこの発想にやっぱバークリーの哲学の面白さと可能性があるっていうところをすごいこう欠けてると思うんですよね、はいはい、あとライプニッツもすごい良かった、強可能性っていうところの説明は良かったですよね、はいはい、うんうん、あそこはパルメニデスの哲学との対比ですごくこう分かりやすく書かれていて、うんうん、要するにそのパルメニデスの場合はそのないをちょっとでも含めばあるではないっていうね、あるっていうのはこう完全にこう ないと両立しないというか、そのないをちょっとでも含んだものっていうのはもうもはやもうあるではないっていう、うん、まあ、そこをあるとないは三千と分かれてるっていう話なわけだけど、はい、今日可能性ってことがそのわずかでも書ければ、なぜこのものがあるのかっていうことの従前な理由には至らないっていうね、はいはいはい、ところで、だからそのパルメニデスの哲学の古物版みたいな説明の仕方っていうのは、まあ、めちゃくちゃ分かりやすいし、うんうん、まあ、ライプニッツの哲学っていうのは一つの、うん、あの西洋の形状の歴史の中で一つの必然なんだってことがすごいよく分かる、うんうん、あの説明だったかなっていう気がします。なるほど、ありがとうございます、うん、そうですね、現代も大変でしたね、はい、まあ、現代になってくるとやっぱり新しい哲学者アンリとかもね、はい、まあ、つい20年ぐらい前に死んだような哲学者だから、はいはいはい、そんなに研究も、まあ、今盛んになってるみたいな感じの哲学者だから、うん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 、これについて書くっていうのね結構、うん、なかなかチャレンジングですよね。いずれもすごく面白いけど、意外とクワインとかも面白かったね。あと結構ぜひ読者の方に読んでいただきたいなと思ったのが、このコラムね、哲学がなぜ互いに批判ばかりしているのかっていうハイデガーとクワインのバトルを例にちょっと、はいはいはい、すごく面白くおかしく書けてるんで、うん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 、これを読むと哲学の世界の面白さ、こうしょうもない部分を描いてると思うんですけど、そうですね描いてると思うんだけど、うん、そう、一見しょうもないことしてるけどっていうね、そうですね、全体としてすごいやっぱり豊かなんだっていうのが伝わるし、読者をそういうよりこう豊かな哲学の世界に誘えるような、まあ、貴重なコラムになってるんじゃないかなって感じがしますね、うん、ありがとうございます。ニーチェもね、なかなか良かったですよ、英語回帰の。あ、そうですね、ニーチェかなり気に入ってくれてた感じです、うん、
エッセンスがまとまっててよかったですよね。これまでのその西洋の学問の進歩っていうのことの行き着く先にやっぱりこのニヒリズムがあるんだっていう、そのニヒリズムの説明、必然性の説明から英語回帰だとか、そのニーチェにとってのその大事な哲学的概念っていうのがどうその必然的に帰結するのかっていうところを説明してたと思うので、はいはい、面白かったですね。あと個人的にはバタイユもちょっとお気に入りかなって感じ。ああ、バタイユね。バタイユもでも、バタイユはあのプラトニズムとの対比っていうところの記述が結構面白かったですね。プラトンが、まあ、美を求める哲学っていうことと、はいはい、まあ、美を汚すっていうそのバタイユの対比っていうか、ここはまあみんな、まあ、普通に気がつくところだと思うけど、うんうん、でもちゃんとなんていうか書かれてるっていう意味ではすごく。そうですね。うん、まあ自分自身も結構楽しく書けた。そう、アンリとかレヴィナスもね、まあ、特にレヴィナスのパルメニデスとの関連をしっかり書かれてるっていうのはね、意外とそこレヴィナスで大事なとこなんだけど、そんなにあんまり話として聞かないから。うん、うん、確かに確かに。ね、パルメニデスとの話で参考にした書籍はあんま ないですね。でもレヴィナス自身もはっきりそう書いてるしね。そうそうそ そう。自分で書いてますからね、パルメニデスから離れるみたいな感じで。うん、そう、まあ、レヴィナスの他者の哲学っていうのが、パルメニデスとの関連で語られてるっていうのはすごく面白い。うんうん、そうですね、まあネオ哲学史の最後にふさわしい内容かなって感じになりましたね、レヴィナスは。いいと思います。現代もなかなかねこうやって見ると面白い世界なんだなっていうのが分かる、内容になってるんじゃないかな。まあそういうことで、皆様ぜひ予約の方よろしくお願いしますっていう本当面白い内容にして、まあ、私は出版社じゃないけど読者でもありながら、まあ、一部制作にも関わりみたいなところがあるので、うん、まあでも本当におすすめできる素晴らしい作品だと思うので、はい、ありがとう。ぜひ見てみてください。そうですね、まあこんなところで、ネオ哲学史の、まあ、読みどころというかね、面白ポイントをちょっと高久さんと見ていったって感じですけど、高久さんの方のあの絵本についてもちょっとお話ししますかね。そうですね、はい、この名前を高久さんっていうことに変えるっていうにあたって、 Amazon 出版でこう音楽とか、哲学についての絵本を今精力的に出しているっていう活動をされてるんですよね。音楽の絵本が先月でしたっけ出て。そうですね、はい、先月、はい、ブルック・ミュラーについての絵本っていうのが出て、で今月デカルトについての哲学絵本っていう第1弾を出版されたっていうことで。そうですね、そのまず、まあ、今まで私は音楽レーベルの活動っていうのをずっと、うん、まあ、やってきてまして、音源を作ったりっていうことはかなりやってきてたんですけど、出版っていうのはちょっと今回、はい、まあ、初めてでした。はい、で、まあ、きっかけっていうのはいろいろあるんですけれども、重要な部分で言うと、そのブルグミラーっていうのは、あの、まあ、子供さんでピアノ習ってる方必ずやる本があるんですけれども、すごく人気がある曲集で、まあ、19世紀のちょうど、メンデルスゾーンとかですね、ベートーベンちょっと後ぐらいの感じの世代ですね、うん、ショパンとかですね、まあ、その辺の人たち時代の、まあ、ブルグミラーっていう、こう作曲家がドイツの作曲家がいるんですけれども、まあ、この人がすごく子供向けの非常にこう詩的で、19世紀的なこう雰囲気の満ちたですね、魅力的な曲集を書いていて、でそれについて1話1話物語を作っていって、うん、まあ、イラストと見開きでこう楽しめるっていう風な内容です。でこれはあの曲の理解っていうのをこうイメージで喚起してこう助けるっていうか、その曲のエッセンスが物語も反映されていて、またそれを入れられるあのイラストというかビジュアルとしても見ることができるっていう風な、うん、あのそういう内容になってます。でこれがまあ結構あのお役に立てたようでして、まあ、ありがたいことにベストセラーということで、うん、音楽書っていうあのカテゴリーの中で第1位ですね。うん、で児童文学の中でも3位ですかね。うん、いやマジですごいですよね。まさかこんなに当たるとはっていう感じ。まあ、さすがブルグミラーみたいな絵本で、はいはい、よりこう多くの人にそのクラシック音楽の魅力を理解して伝えていきたいっていう、こういう活動はずっとやっていきたいなというふうに思ってるんですけど、哲学に関してもこの機にしっかりやっていきたいなというふうに思っていて、第一弾としてそのデカルトの夢の会議に基づく哲学絵本っていうものを出しました。表紙だけでもちょっと出しましょうか。はい、はい、お願いします。あ、それです。これで見えてますかね。はい、これ中扉みたいな感じですよね。はいはいはい、はい、まあ、暖炉のあるところで、はい、まあ、デカルトが住んでた部屋みたいなイメージで扉ページがあって、まあちょっと1ページ目にこんな感じですね、はい、まあ、これ実際にはペーパーバックで見開きになってるので。あ、なるほど、はい、はいはい、こんな感じですよね。うん、で絵が、まあ、次の言っていただくと、その見開き出てる絵が、はい、まあ、短い文章でイメージしながらデカルトの会議のエッセンスに触れていくことができるような、うん、そういう物語にしてあります。うんうんうん、これ僕も、まあ、まあ本当短いんであっという間に読めるは読めるんですけど、すごく面白かったですね。はい、そうですね、まあ、最後に解説もつけてますので、うん、
デカルトの夢の会議というか、デカルト自体に興味がある方にも、面白く読んでいただけるんじゃないかなというふうに、思いますし。そうですね。はい。あとは、新しい時代の教養というのをこう求めていらっしゃる、親御さんとか、好奇心旺盛な、子供たちっていうところが、この本、楽しんでいただけるんじゃないかなと思って、そういう方たちのためにですね、いました。デカルトに関してはもう本当長年ね、どうしたらもっと分かりやすくなるだろうかっていうのを高木さんはもう本当に何十年考え続けてきた。もう同じ話を何回やったかなっていうぐらいだから、やっぱり最初はデカルトだろうなみたいな形なんですけど、もちろんデカルトだけやるっていうつもりはなくて、もう第二作原稿できてるんですけど、はい、第二作はそのヘラクレイトスの神殿。はいはい。アルテミス神殿を舞台にしたお話をちょっと用意しましたので、はい、分かりやすい表現とかいかに端的に簡潔に伝えるかっていうのにやっぱ高木さんは人生を捧げてきたと言っても過言ではない。まあそうですね、自分の生きてることの一部みたいな感じになっていて、ただそれを直接こうやって世に問うみたいなことは本当は初めてですので、私自身は本当にその哲学っていうのはこう研究者になるっていうこともなかったしですし、自分自身の教養ですよね。どうやったらこれを読んでいけるんだろうかってことを通して培ったいろんなその感性とか発想とかですね、はい、そういう組み立てですよね、なんかどういうふうに問いを立ててそれを解決するとかっていうふうなことですよね、なかなかね、人生っていうのはその思う通りにいかなくて、私もいろんな苦難困難に常にぶつかるんですけれども、能力っていうのもやっぱり人によって違うし、性格もやっぱり人によって違うから、それぞれそれによってこういろんな現実が分かれてくるんだけれども、やっぱり思いのほかいろんな選択肢があるっていうことですよね。そこにこう気がついていけるかどうか、またこうそういう現実の世界をどれだけこう豊かなものにしていけるかってところで、やっぱり哲学のおかげで自分に書かれてきたなっていう思いがすごい強いんですよ、それを皆さんとシェアしたいし、またその自分自身のをこう世の中にこう差し出すことによって、皆さんから適切なご批評を設けられたらなっていう思いで上司するに至りました。哲学とのね、その関わり方っていうのを僕も高木さんもなんか新しい形というかね。そうですね。結構同志だよね。こういう。そうですね。こだわってるポイントが、もう極めて近いというか一緒っていうところがあって、分かりやすさも重視したい。まさにこのネオ哲学史の一番中心コンセプトだと思うんだけど、分かりやすさと、それから正確さというか深さだよね。より多くの人にアクセスして、より多くの人っていうのは、やはりこういわゆる哲学界隈の中で研究業績として認められるっていう風な業界内だけの脈絡っていうことではなくて、やはりこう全く利害関係がない第三者が純粋な興味でその意義が理解できたり、それを通じて自分自身がより豊かになっていったりするっていう風な、そういう意味での神というか、そうですね、そうですね、その点での深さと分かりやすさっていうのを追求していきたいっていうのは、ネオ、ちゃんと一緒の気持ちなんじゃないかなと思ってますけどね、自分がこう哲学によって多少なりとも豊かになれたというか、哲学なしにはもっとひどい自分だっただろうっていう、それまさにそうなの。俺もネオちゃんもやっぱ哲学に救われたっていう思いあるよね。ありますね、あるよね。人生に迷うっていうのは、みんなあると思うんだけど、その中で少なくとも自分たちにとっては哲学が救いだったっていうのがやっぱありますよね、そうそれをなんか自分で形にしてるんですよ、自分にとっての哲学みたいなものをね。そうです、そうです。でそれは多くの方がそれぞれの形で問われることだと思うし、哲学って特定の知識がないとアクセスできないような専門ジャンルっていうものでは本来ないはずなんですよね、例えば私なんかは音楽っていうものを生業にして、そこが主戦場っていう形で生きてきたわけですけどもね。ただ最終的にやっぱりじゃあ音楽って何なんだろうっていう問いにぶつかるときってのはもうもはや哲学なんですよね。このところ。で、必ずそういう問題ってそれぞれの形で皆さんがこう人生の中でぶつかると思うんですよね。いろんなことがやっぱり人生あるじゃないですか。そこになんていうか人間の小ささというか、もうどうしようもないようなこととかってやっぱり、あるわけですよね。そういう局面っていうのは必ずあって、自分が問われるっていうことが必ずあるじゃないですか。そうですね。そこに、響く言葉っていうか、それがやっぱり哲学だと思うんですよ。本当、こちらの絵本も、Amazon で購入できるということで。ぜひ、ネオ哲学史と合わせてお楽しみください。そうですね。本当、面白いですし、Amazon見ていただければ、僕の一応推薦文も載っておりますので。はい。ありがたく、掲載させていただきましたので。動画概要欄からご覧いただければと思います。はい。ぜひとも、デカルクの夢も、楽しんでいただけたらなというふうに思います。
じゃあそういうことで、じゃあ今回は何すごネオ哲学史と何すご哲学絵本ということで、また動画もにもちょこちょこ遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあそれでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。